カズノの盆踊り、大太鼓カズノの盆踊り、ケマ内の盆踊りカズノの盆踊り、太鼓と笛と踊りカズノの盆踊りは、月遅れのお盆期間、すなわち8月中旬に、カズノの里のおののの集落において行われる、お盆行事の一つである。カズノの盆踊りは、主として、大太鼓、歌、踊りの三つからなる。大太鼓は、秋田杉板の銅、バヒを用い、 直径90から 120cm、胴長140から 150cm、符は直径1.2から 1.8cm、長さ45から 60cm の杉や柳などの棒を叩くときには横笛で拍子を取ることもある。すなわち大太鼓には大太鼓だけで演奏される、拍子もの大大鼓と踊りの伴奏的役割を担う盆踊り大鼓とがある。 また叩き方は、横叩きで、和人が担いで叩き、もう一人が橋を支え持つ二人太鼓が一般的であるが、一人だけで担いで叩く一人太鼓もある。歌は、和ズの里に伝わる民謡のうち、盆踊りにふさわしい歌が歌われる。踊りは、老若男女、誰でも加わって踊れるもので、普通は浴衣姿、下駄履きで踊られる。この地域での代表的な盆踊りは、 国の重要無形民族文化財、ケマ内の盆踊りであるが、秋田県指定無形民族文化財、花輪の町踊りも盆踊りの一形態であろう。ありがとうございます。